今、何でもいいから食べたい気分です。何でもいい？よし。いらないものを処分するときが。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速マンション見てこう。ちょっと今さ、あれなんよ。寝起きで、エアコンで喉がやられている。でもエアコンね、切って寝るのは暑いやん。はい、黒影さん入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。トランプババ抜きです。交代で相手のカードを引いてペアが揃ったら勝ちです。よし、顔こっ、よし。いい感じ、いい感じ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。黒影さんは超大好物、大好物が全然出てないんやね。レベル53まで来とるのに。一番小さいの宝、どんぐりをもらいました。ありがとう。アスユキっていい名前、羨ましいです。黒影さんもいいやんね。お刺身どうぞ。いただきます。どうすか？美味しくなかったですって。マジかよ、マジかよ。私は好きなんだけどな。何の刺身かにもよるけど、まあ、でも大体はね。何、喧嘩は誰と？ここかな。いや、全然違うね。ラブラブだわ。ホリタックン入ります。ハツリちゃんってあんな上の方やったっけ？マイ、珍しく怒ってます。一軒家の人かな。ちはやと喧嘩しました。おー、ちはやさん腹が立ちます。ふんふん、仲直りしてください。このイライラを沈めてください。とりあえずキノコで踊っていただくか。キノコここはどこだ、ここか。キノコどうぞ。いただきます。はいはい。いいね、ノリノリ。これって服の文字なんて書いとんやろ。ミーだけ読めた。大好物だったようです。仲直りしてこようと思います。わあ、シーンス3887 3887っていつ？え、3あれ1？この間はごめんなさい。え、7じゃないな、9か。許して、許しません。あー、ダメなの？ダメだった。え、あれ3889？3？1 かな。あそこが3になるとかある？しかもシンスで。人生そううまくいかないものですね。まあ、ミーの世界やけん。私らの世界とはちょっと違うんかもしれん。きっとそのうち仲直りできるよ。あ、おらんくなっとる、はつりちゃんが。バイトに出かけたんか。なるほどね。バイトに行く前のラブラブだったんすね。はい、それじゃあ、ゆうとさん、入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。帽子シルエットクイズ。シルエットで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、佐藤。シルエットクイズ、第1問。第1問、てて。これは何でしょう？つば付きニット帽。答えはつば付きニット帽でした。イエーイ。シルエットクイズ第2問。第2問、デデン。これは何でしょう？ここでなんか同じ服着とるやん。プロペラ付き帽子。答えはやっぱあれ1か。プロペラ付き帽子でした。1889だね。え、これシルエットクイズ最終問題。1889年からミーあるってこと？これは何でしょう？そんな
リアルの話じゃないんかな、アンテナ。答えは、いやだってめちゃくちゃ昔よね、1889年って全然普通に生まれる前なんやけど、そんな昔から。おめでとうございます。ミーの概念一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいのお宝、ランドセルをもらいました。ありがとう。休みの日に遅くまで寝てたらなんだか損した気分になります。わかる、めちゃくちゃわかる。でもさ、やっぱ深夜働きよったらさ、帰ってくるのが朝方なわけやけん、やっぱりそこから寝たらいただきます。起きるのはだいぶ後になるけんさ、もう一日終わるよねまあまあ美味しかった、よかったよかった。まあでもそんな感じやったけん、最近はちょっとあれなんよ。休みの日はね、休みじゃない日はさすがに夕方まで寝るけど、休みの日は、まあ、どうせ夜寝られるけん、お昼過ぎぐらいには起きようかなと思って起きようんよ。眠いけど、あでも結局眠かったらあんま行動できんねえけどねはい、りんちゃん入ります。あ、もしかしてあゆなのそっくりさん。はい、そうです。こんな感じの音楽やったっけ。ケンとはすごく仲がいい夫婦だと思っているのですが、うんうん、私とケンのこともどう思いますか。え、いいんじゃない、もうずっとなんか安定していい感じの、かけがえのない人、良き相性バッチリ。やっぱりそうですよね。うんうん、おじいちゃんおばあちゃんになるまで添い遂げてください。じゃあ服で、へえ、なんかもうほとんどの服持ってない、お嬢様ワンピどうぞ。服、お嬢様ワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。でもこの服になったってことは、ちょっとそのバンダナはちょっと違うかなお宝金貨をもらいました。ありがとう。さっきまでの服ならね、まだ取ったんやけど、ちょ待って、帽子なんかこれに合うような、いやでもこれにはさ、髪飾りぐらいがいいよね。お花のか、あこれでいいんじゃない。はい、オッケー。色味的にもいい感じじゃない、ピンクに紫。よき、一度に大事にできる人の数って限られてると思います。それでいいんよ、まあ、あの少ない人数で全然。はい、おにぎりどうぞ。出すか。まあまあ美味しかった。何おにぎりだろうか。でも結構こう鉱物系とか苦手とか出てない子多いんよね、意外と。でも出とる子はめちゃくちゃ出とんやけどなそんなに偏って尋ねよるかな。はい、チャーリーさん。え、結構やっぱマーク出とるところに行きよんやけどな。遊びましょう遊びましょう。お、また帽子シルエット。はい、シルエットクイーン第1問。第1問定点。これは何でしょう。いや帽子大事よね、傘。答えは、でも私帽子かぶるの好きじゃないよね。シルエットクイーン第2問。第2問定点。これは何でしょう。だから1回帽子かぶったらさ、もうその日1日帽子かぶらんと無理じゃない。馬のかぶり物。馬のかぶり物でした。え、すごい思うよ、帽子かぶっとったらさ、え、めっちゃ汗だくにならん？バイキングの兜。答えは、バイキングの兜。あの日差しから頭を守るためっていうのはすごいわかるんやけど、熱中症予防とかね。おめでとうございます。でもその日一日帽子外せんくない？だけあげます。びっしょびしょになりそう、汗で。それか選んでください。その辺は大丈夫なの？一番小さいの。だからどんぐりをもらいました。ありがとう。いやマジでさ、帽子とかかぶりよったのがさ、中学生とかそれぐらいまでやけん、私の中の帽子なんていう、帽子の知識がそれぐらいで止まっとんやけど、今の帽子はなんかすごいハイテクとかそういう何でもいいから何でもいい、よし、いらないものを処分する時が。え、どうしよっかな。
こういう時何あげよったっけ。あ、あれじゃない？え、ちょっと待って。え、ないな。あ、あれやん。ちょっと待って。今あったよね。カピタパン。いただき。夏場にカピタパン。怖いわ。めっちゃ怖いわ。すごく美味しかったようです。よかったよかった。すごく美味しかった。かわいそうに。お礼にこれもあげます。味覚がバカになってる。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。ちょっとした失敗はすぐ忘れちゃいます。うんうん。いや、なんか帽子でも快適に過ごせるんやったらさ、ね、多少なんかあれなんやけど。でもな、帽子をかぶりたいっていう欲があんまりないんよな。やっぱりそのね、蒸れそうとかびしょびしょになりそうみたいなイメージやけん。はい、それじゃあ募金募ります。みんなじゃんじゃん入れてって。今日は27,100円集まりました。ありがとう。あ、でもうちの母親とかめっちゃ帽子かぶって出かけるけど、どうなんかな。夜市は夜市。よしよし。買います。いらっしゃい。毎度あり。え、なんかリアルのさ、夜市も行きたいんやけどな。え、いつまでやったっけ？今月の末ぐらいまでかな。はい、それじゃあ一つ目の中身。あの、土曜夜市。服、刺繍入りワンピとレギンスが入っていました。いいやん、いいやん。そして二つ目。土曜夜市って別に全国じゃないんよね。まあ、愛媛だけっていうわけでもないけど、食べ物パエリアが入っていました。そして3つ目、服と食べ物一緒に入ってもねえやな。お、インテリアホラースタイルが入っていました。夏にぴったりな感じなんやないん。ホラースタイル、あんまミーヘアやな。ホラースタイルとか私とる子おった？あ、待って、あれハートマークが出ている。誰？お、てっちゃん。子供ですか？ですね。私ともかさんの間に子供がいたら、うんうん、と想像したりします。いいと思います。ですので、てか今までもいっぱいいました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品風邪薬をもらいました。ありがとう。うがいさんっていいやつです。親友やしね。いっぱいいろんな人にアピールしてあげて。はい、学校給食どうぞ。どうすか？美味しくなかった。マジか。なんかさ、給食に出てくるあのコッペパンを作る夜ところが、なんか実際にそこでも販売しよるみたいな。コッペパンのお店があるんやけどさ、気になるけど一回も入ったことないよね。はい、ミーニュース見てこう。いろんな種類あるらしいんやけど、学生時代別にそこまでコッペパンに思い入れがあったわけでもないけん、でもちょっと懐かしいなとは思うんやけど。え、何、何があったの、ニノさん。あ、なるほどね。え、それは落ち込む落ち込む。え、でもさ、犬の糞を踏んでしまってっていうのは、暗闇の中歩きよったとかいうこと？歩きスマホじゃないだろうね。なんかさ、めちゃくちゃ危ないなと思うんやけどさ、あの自転車に乗りながらスマホをしよる人、まあおるやんか。あれでさ、めっちゃなんか前見てますぐらいスマホ凝視しとるのに、めっちゃスピードで取れおることない？なんなんあれ、死ぬつもり？いや、マジでさ、危ないなって思うと同時にめちゃくちゃ疑問なんやけど、何の自信があってあんなスピード出しよん。めちゃくちゃ意味がわからんのよね。しかもよく見かける。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、なんかもう他の島からのミーとかなんか旅人みたいなのは来れんのやろうけど、新しい子供たちはまだ生まれてくるけんね。次回楽しみにしとこう。